すぐ取れちゃう系なのでいつもよりきつめにしておきます。私の今の部屋はね、実は史上最強に部屋が汚いの。なんでかっていうと、なんでかって言いますと、衣替えをして今さっきまで、しかもショールームやる直前に始めたの。本当はいつもね6月とか7月になったら衣替えするんだけど、ちょっと今年はバタバタしててまだしてなかったんですよ実は。そうなの、バタバタしてたっていうのと、今コロナだからそんなに外行かないじゃないですか。私じゃあ劇場公演があるってなっても別に夏服を着るとかじゃなくて普通に T シャツとかのレッスン着で行っちゃうから、どうしてもわざわざ夏のワンピースとか夏のなんだろう、ブラウスとかを引っ張り出す必要がなくて。でもさすがにちょっともうやった方がいいかなって思っちゃって、パーカー着てて、パーカーは普通、確かにでもこれはね割と短いパーカーなんだ。ハートのイヤリングかなり良き、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、あのね、ワンピースとかは私がおしゃべり会の時って絶対その新しい服買ってるからさ、それで乗り切れちゃうんだよね。そう、あの夏服着てたじゃんとか言われるんだけど、大体もう新しいの買ってるからおしゃべり会のたびに、それを考えたらもうわざわざ昔の服を引っ張り出すほど引っ張り出すことしなくても乗り切れちゃうんですよね。だからちょっとまああれなんですけれども、今日は珍しく衣替えをしようと思いまして、今ねもう部屋の中の冬服を引っ張り出してるんだけども、冬服はかさばるんですね、なかなかかさばるんですけれど、まあまあ今日中に衣替えをして、明日だって公演でしょ、なのでまあやろうかな。着ない服後輩に配ったりしないの、人による。人による、あげることもあるし、あげないこともある。なんだろう、やっぱその子に似合うものをあげたいからさ、そうなんだよね。だからあとそうね、その子に似合うものあげなかなか、ゆめちゃん喜んで回収しよう。一昨年とか確かゆめちゃんに服あげたんだよね、ゆめゆなにお洋服あげたんだよ、もうね着なくなった、リズリサとか超可愛い系の服をあげちゃったんだけど、でもすっごいさリアルなこと言うとさ、私一回もう後輩たちに初めてお洋服をあげようって思った時があって、それはもう本当に昔の服なの、もうリズリサっていう結構なんだろう、ちょっとブリブリ系、ブリッコ系というか、そう結構ファンシーというか、そういうお洋服とか昔高校2年生の時とかに着てたお洋服とかをあげようとか思ってたんだけど、その正直よくよく考えると、まあ別にお洋服は何歳まで、このブランドは何歳までとかそういう決まりは本当にないんだけど、なんだろう、高校2年生の時にですら私がもうちょっとこの服は子供っぽいかなって思ってた服がたくさんあって、捨てられずにいたからあげようと思ったけど、あのさよくよく考えたら今も NCT の後輩たちって別にそんなにあの
もちろんまだ高校生はいるよ、高校2年生も何人かいるけど本当に少ないじゃん、ほとんどがもう二十歳超えてるわけだしそうだから私が NGT の時に入りたての服とか高校生の時に着てた服とかあげるのいいけど、いやもう後輩たちも別に中学生とかいるわけじゃないしとか思っちゃうんだよね。だからもういらなくなった服はすぐあげるのがいいんだなって思った。もういつか着るかもしれない、いつかいつかって自分の中で貯めておかないで、そう、青ちゃんに、青ちゃんだってもう高校2年生なんだよそうなの、そうそう、だから何々ちゃんにあげたらとか結構ね言っていただけるんだけど、いや正直もうみんな大人だっぽきてた、大人なんだよって思っちゃって、子供だと思っているメンバーも大人になってきてるから、そうなの、思って想像しているよりもみんなが大人になっているからさあげるにあげれないなって最近気づいた。もうだってみんな、だって17歳とかになってるわけでしょ、結構みんなさ大人になってきてるからさ、そうなの、あだからもうあげないあげないっていうか、まあ私の服は割と大人っぽい服が多いからあれだけど、七子は加入したか、身長伸びましたか、なんかさ伸びてない、伸びてないと思う、さすがに私高校3年生で入ってるから伸びてないと思うんだけど、正直その身長を測るのって、例えば NGT とかだったら身長測るときに、もちろんそのああいう学校とか病院とかであるような身長測る機械みたいなものはないわけですよ、そりゃ楽屋には。だからなんか衣装さんとかがこうメジャーでこう床からピッてやったりして測ってくれるから、正直もちろん大体はそれで合ってるんだけど、正確かどうかは分からないと私は思うの。そうなのもちろんね、大体は多分それで合ってると思うんだよ、だけどそう、誤差が生じちゃうわけですよそうだからその大体、もちろん大体が分かればいいんだけど、誤差があるから正直その測ってくれるあの衣装さんによって身長が若干違うっていうのがあるの。もちろんそんなに大げさは変わんないけど、何ミリとかの単位で変わったりとか、そのそうなんだよねちょっと変わったな、そうなんだよね、そう、学生じゃないと正確に測ることがあんまりないから、なんだ、どれが正確、本当の身長なのか分かんないっていうの。だってなんだっけ、風邪って言うかな、家族の話かな、どっちか忘れちゃったけど、身長をなんか教えてくださいって言われた時に、まあ165じゃないみたいな感じになったの、その時スタッフさんが測ってくれたんだけど、でも多分私ね実際165もないんだよね、ただ164ぐらいなんだろうけど、まあちょっと持っとこうみたいな165くらいあるんじゃないみたいな感じで測っちゃって、だから正直大体になっちゃうね、164、それも定かじゃないんだ、一番最後に測ったのは、最後というか多分ね高校3年生の時にね測ったのがね 163.5 とかだったんだよね確かそう、高校の時に163センチだったんだけど、
でも NGT で身長上がると164とか165とかになる時もあるし、ちょっとね、わかんないんだよね。そう、総選挙のなんかガイドブックみたいなのでさ、165って書かれてたの。あの時、私こんなに絶対ないじゃんって思っちゃったの。だってさ、そう、これ前何回かショールームで行ったことあるんだけどさ、その時ドラフト生が初めて総選挙に参加するって時で、一人一人のプロフィールがガイドブックに載ってたんだけど、みゆみゆが NGT ののっぽさんみたいなことがそのガイドブックに書いてあったので、みゆみゆが身長164って掲載されてたの。私は NGT で一番多分身長が高いですみたいなことが書いてあって、そのガイドブック のプロフィール、私165って書いてあったの。ね、もうキャラ潰してるよとか思ってみゆみゆのキャラ潰してるよって思ってでも165も多分ないと思うんでね。全然私がね言ったわけじゃないの、その165センチっていうのは。それは別に自分で言ったことはないんだけど、そうなってたんだよね。それは多分メイク衣装さんが測ってくれた身長だったんだろうけど、そうなんだよね。それそんな面白い時もありました。身長高いの嫌だなって思った時あったんですけど、というかアイドル始める前はそう思ってたけど、なんかゆきりんさんってすっごい身長高いじゃないですか。多分164とか5とかあるんですよ。なんかその姿を見て、あ、身長高いのっていいなって思って、そこからいいなって思うようになりました。ゆきりんさんって身長高いよね。まあまあどっちも良さがあるんですけどね。そう、意外とゆきりんさんは身長が高いんです。そう、別に本当にその子に合った身長で生まれてくるんですよ。生まれたら来ないけど、その子に合った身長になるんだなって思う。私はなんかお母さんが言ってたんだけど、結局人間、お母さん論ね、これは。結局人間ってその子、なんか今の自分の姿に、身長とかもそうだし、なんだろう、目が離れてる、寄ってるとか、鼻が低い高いとか、いろんなね悩みがあると思うけど、実際その子のベスト、本来の姿がその子のベストな姿なんだよって親が言ってて、これちょっと私の語彙力で伝わるかな。例えばどんなに自分にコンプレックスがあっても、例えば離れ目がコンプレックスな人は目をね、より寄せたいって思うかもしれないけど、でもその離れ目が生まれ持ったものであり、その子のベストの姿なんじゃないのかなって親が言ってた。そう、まあコンプレックスはいっぱいあるんだけどね。あ、そういう生まれたままの自分の姿が多分ベストなんだから、そう受け入れなさいって親は言ってました。眠い、とっても眠いです
今今日はなんだろう、家族の話の舞台の詳細がめっちゃ降りてきて、音楽とかね、家族の話は結構曲が多いので曲とかなんかいろいろ交番が降りてきて、うわー、なんかついに来ましたねって思ってる私です。チケットギリギリでも買えると思う、来てほしいな、うわーってなってます、交番表見て。こう交番表見るとやっぱ知ってる方、私今回の舞台で出演者何人いらっしゃるんだろう、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25人、今回25人出演者がいらっしゃるんですけど、奈良子さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、来ました、来たね、来ましたね。25人共演者がいらっしゃって、そのうちのだって福士さんは初めましてで、松田さんはこの間ご一緒したし、あ、え？あれ、今回知ってる人がほとんどっていう話をしようと思ったけど、あれ交換、この交番見るとあれ知らない人が、あれあれなんか予定と違うな、あれ待って、25人中知ってる人、よく知ってる人は松田さんでしょ、あれちかなでしょ、まなこちゃん、ゆみみ、意外とあれ初めまして全然多くないじゃんって言おうとしたけど、あれちょっと待って、ゆみみ、まりちゃん、風間さん、野上さん、わかんない、後藤さん、わかんない、三浦さん、松田さん、宮平さん、後藤楓ちゃん、今村光くん、藤村龍斗くん、中谷、中谷優斗くんは知ってる、13人、あ、結構じゃん、半分知ってます。25人中半分以上、23人中15人も知ってます、あ、25人中13人知ってます、今回結構良かった。あれ、なんか知らない人多くないと思ったけど、ちょっと今ちゃんと言いました、良かった、ちゃんと知った顔が、面識ある方が今回13人も、ほぼほぼほぼっていうには無理がある。23人中13人知ってるのは結構多いんじゃないでしょうか。こんなに個人的に知ってる方が多い舞台は初めてよ。そうなの、柏木って何の役、交番表があって、コウタ、大輔、マキ、交番表があって、その後柏木って、柏木役さんがいるんだ、柏木さん役、何役だろう、柏木、ゆきりんさん、ゆきりんさん役が今回ある感じ。でもあれ、柏木さんって前回いたんだかな、多分役が増えてないから前回も多分ある役なんだろうけど、23日公演投げたらね、祈っててください、分かった、祈ってるね、頼むで頼むでって祈ってるね。え、この間前回出てたコマさんがプロレスレビューして、そうなの、コマちゃんすごいね、今回の舞台は柏木役があるそうです、まあ、前回もあったんでしょうけど私の記憶がなかった。阿部役、牧田は覚えてるんだけど、矢野陽子
矢野陽子は安藤千佳奈です。矢野陽子ちゃんです。え、言うね、あんま言うとネタバレになっちゃうから言えないんだけど、前回同様安藤千佳奈さん陽子役はタイツが色違いです。タイツの色は左右違います。それは言えるわ。あの前回と変わってない、あの配色は違うんだけど物は違うんだけど、またあの陽子ちゃんはもう違う色のタイツ履いてるんで、ぜひそれ注目してください。結構今回衣装が前回と、あ、前回より違うなって思うことが多くて、なんだけど陽子はあんま変わってなかった。そう、私も結構前回より実は衣装変わってるんですよ。そう、まあ多分大輔とかは多分スーツだった気がする、前回と変わってないんだけど、そこマジ見どころだね。チカナが今回何色と何色のタイツを履くのか。あれどこで買ってくるのって感じだよね。めっちゃ最高。私もう見た時にあー来たって思ったもん。そうビジュアル撮影した時にあ来た来た来たこれこれってなった。ヨーコと言ったらこれよって思いました私。最高です。なので今回のチカナとチカナは何色のタイツを履くのかめちゃ最高だよ。でもチカナ似合ってた。私は写真持ってるんだけどちょっと見せられないけどめちゃ似合ってます。お楽しみに。本当は16日のニコ生配信の時に電話するってなったじゃないですか、ゆめちゃんに。私めっちゃ迷ったの、ゆめちゃんかちかなかまなで迷ったの。こんばんは、それだけで笑えそう、笑って。ゆめちゃんかちかなかまなで迷って、なんでかっていうと、まずマナはワードセンスがめちゃあるというか、やっぱ電話だからなんだろう、こう動きが面白い子っていうよりかは発言が面白い子というか、こなんか話す内容がなんだろう、ワードセンスがある子がいいかなって思ったんですよ。なんだろう、動きが込みで不思議なコミカルな動きをして面白い子っていると思うけど、それも素敵だけど電話だとそれが伝わらないから、言葉だ声だけで面白い人って誰だろうなって思って、あまだ面白いと思って、絶対電話でも爪痕残しそうだなって思ったの。そうなので、ゆめちゃんとちかなか迷ったんだけど、まあちょっとね、ちかなかゆめちゃん迷いに迷って、あとそうね迷いに迷ったんだけど、実はゆめちゃんを指名してたあれね、実は大なんだっけ、もちろんあのなんていうの、スタッフさんには何人か候補を挙げ、2人まで候補を挙げなきゃいけなかったの。それはもしその子が予定が合わなかったりとか、万が一出れなかった電話出れなかったりしたらあれだから、一応2人目だっけ、スタッフさんにはこの子がいいですって言ってて、で実はね第2をゆめちゃんに入れてる子がめっちゃ多かったみたいなんですよ。
ゆめちゃんにかけようかも。ゆめちゃんを選ぼうとしていたメンバーが多かったらしくて、でもみんな、いや、な、多分ゆめちゃんはアナコが選ぶだろうからゆめちゃんじゃない方がいいのかなって思ってた十人十色のメンバーが結構いたのよ。やっぱゆめちゃん面白いからそうなの。だからすごいみんながゆめちゃんをあの私に譲ってくれてる感があったの。だからこれはじゃあいただこうって思って、ちょっと軍団長として、こういう時だけ言うんだけど軍団って、ちょっと軍団長としてここはゆめちゃんいただこうと思っていただきました。そうなの、めっちゃ迷ったんだけどね。アイナちゃんとかも、ゆめちゃん、ゆめちゃんにかけようか迷ったんだよね。でもゆめちゃん多分奈々子絶対行くじゃんみたいなこと言われて、そうなの。なので今回はゆめちゃんを選ばせていただきました。そうなんだよね。まあいい感じに、いい人選だったわ。しかもさ、どのメンバーもいい人選だったなって、なんか合うというか、そうそう、もう門継ぐは安定だしさ、青森コンビもそうだし、あのサーヤとエナちゃんとか仲もいい、仲良しだしさ、いい人選だったなって思う。迷ったんだよね。あと私ね、あのマリナちゃんも実は迷ったの。西で行こうかなって思ったけど、もう絶対マリナちゃんはテンパっちゃうと思ったんだよね。あの多分ね、そうなんだよね。私が例えばお題がツインテールだったらマリナちゃんは多分あのまさかそんな作戦が、ワードを言わせるゲームになるとは思ってなかったと思うから、多分ね結構ね、なんかテンパっちゃ、あの子はテンパっちゃいそうだなと思ってやめました。一期生だったらマリナちゃんかなって思ってて、二期生だったらゆめちゃん、ドラ生だったらチカなって感じでした。マリナ待ってたらしいよ。マリちゃんごめんねごめんね。楽しみです。あ、待って、明日はレイちゃんの生誕祭か。そうだ。久しぶりにレイちゃんが生誕祭迎えます。結構さ、生誕祭、でもレイちゃん4月生まれだから、もう感覚がバグってるよね。4月生まれだからまあまあ。誤差3ヶ月かって思ったけど、いや3ヶ月過ぎてんのかって思っちゃった。明日はれいちゃんが生誕祭です。七子の生誕は分かんない、いつか分からない、いつか分かんないけど、まあ8月は無理だと思うから、予定的に8月はちょっともう舞台が入っちゃってるっていうのと、そうね、8月は29日まで空きがないことを考えたら9月になるのかなって思うけど、もう正直さあのもちろんね、誕生日に近い時にできることが一番嬉しいなって思うけどさ、初っ端が美晴の生誕だったわけじゃん。美晴誕生日3月でしょ。3月の生誕、3月生まれで7月に生誕祭やってるわけじゃん。それを考えたらさ、正直私8月生まれで9月に生誕祭するなんて、もう実質誕生日じゃんって思わない？私ずれ1ヶ月もないんだって思うと、もう実質誕生日に生誕祭やってるようなもんだわっていう感覚になっちゃった。そう、みんながすごいずれちゃってるから、それはまあ仕方のないことなんだけど、アイナちゃんは2月生まれですよ。だからもう
たくさんのズレを見てるから、いやもう8月生まれが9月に生誕祭するなんてもう実質誕生日みたいなズレい誤差あんまないじゃんみたいなっていう感覚になってるよね。私はでもいつやっても嬉しい。そうだよ、全然あやちゃん、あいなちゃんだって2月生まれで7月に生誕祭やるわけだ、5ヶ月後なわけですよ。確かに近い1月生まれか、そっか、そうだそうだ、だからもうできるのって嬉しいかなって感じ。私の誕生日は8月11日です。なんかね、誕生日ってさ、すっごいさ、やっぱさ、この業界にいるとやっぱ祝ってもらえるわけじゃないですか。今までは家族とか友達とか、あ、というか私は正直夏生まれだから、すごい夏休み中だったから友達にお祝いされるってことはあんま私経験したことがなくて、実はクラスメイトにもうみんなお盆休みの時だから会うこともないし、連絡が来るとかな、私は。だからいつもお誕生日を直接お祝いしてくれたのは家族しかいなくて、みんなから連絡だけ来るって感じで、だから NGT 入ってから誕生日がガラッと変わって、まず親からもお祝いしていただけるし、親からお祝いしていただく、親もね準備祝ってくれるし、友達も連絡はくれるし、ファンの方もお祝いしてくれるわけだから、やっぱアイドルになってから誕生日の価値観がすごい変わったの。もう誕生日の日は私が主役みたいな感じになるわけですよ、嬉しくて。でも逆に言えばこれをもうかれこれ6回目とかわけですよ、誕生日がアイドルやって。だからさ、もう卒業したらさ、絶対さ誕生日の寂しさ感じるよね。あ、生誕祭がないのかなとか、もちろんそういうねここでイベントとかあったら別だけど、さ絶対寂しくなっちゃうよねって思うわっていう話をメンバーとしたことがある。いつか卒業するとき絶対誕生日寂しくなるよねって。こんばんは、こんばんは。そう、個人的に生誕祭開こうかな。私は誕生日どうなるかな。でもさ、その今までさ、その自分が見てきた、やっぱ私もやっぱその中学とかさ、やっぱ高校生ぐらいになってからさ、やっぱ皆さん芸能人の、多分応援する芸能人とかが出てくると思うんですよ。やっぱその私は世代的にやっぱり AKB がど真ん中なわけですよ。ちょうど多分中学 1,2 年生の時に AKB がこうガッてきて、めっちゃ人気、ヘビーローテーションがだって中学2年生の時だから、だからさ AKB さんを私の世代の子たちは見てるわけで、その時にお姉さんキャラだったのが、まあ、小島春菜さんとか篠田麻里子さんとか秋元才加さんとか、あとまあ大島優子さんとかが結構
年上組ってイメージがあったんだけど、その中学の時に見てた AKB の年上組の方が今の私よりも多分年下だと思うの、同い年ぐらいか。だからなんかそれに最近すごいびっくりしてて、今までもさ、なんだろう、そう、今までも NGT の中では大人メンバーだから大人でいなきゃなとか思うこともあったし、なんだろう、だからなんなら私17歳の時から NGT いたけど、でもなんなら17の時から周りがやっぱ自分より年下が多かったから大人でいなきゃって思うわけじゃん。でも心の中ではでも私まだ17だしって思ってたの。メンバーの中では大人でいなきゃいけないけど、でも私17だしねまだっていう感覚がちょっと見せない、外には見せないけどそういう気持ちがあったんですよ。内心まだ自分は子供でいい、子供でいいというかそんなに大人ませなくてもいいって思ってて、こんばんは、なんかわかる、本当そうなの。だけど最近はその大人でいなきゃいけないな、メンバーの中では年上組だからそう大人っぽくいなきゃいけないなって、その気持ちはやっぱ変わらないけど、今はもう大人っぽくいなきゃいけないなじゃなくてもう大人なのもうそう最近それに気づき始めてそうだ、もう大人っぽく、メンバー間の中では私は大人っぽくいなきゃいけないじゃないの、もうあなたは24になるんですよっていう話を この間ミハちゃんと2人でしてた、最近さーみたいな、私たちも大人にならなきゃだよねみたいなそうポックじゃないの、建前上大人でいなきゃいけないとかじゃないのみたいな、もうシンプルに大人にならなきゃいけないよねってっていうのを話してたんだよね。そうなの、そうお姉さんキャラとかじゃなくてもキャラじゃないの、お姉さんなのみたいな最近それにねすごい2人が割とそう急に現実になってる、そうなの。今まではなんだかんだ若いしって思って、いや若いことには変わりないのは分かってるんだけど難しいね。そうなの、なんかさそのそうなんだよね、やっぱ言うてミハは半年近く誕生日が違うわけですよ、早生まれだから。だけどなんだろう、やっぱりその私が24になっても、まあ、彼女は半年ぐらいは23なわけだけど、そうだから早生まれの子って結構ね若い感があるけどさ、学年が一緒なわけだからやっぱりさ同級生のことを考えるとやっぱ私たちって大人にならなきゃって話をしたんだよね。結構さもう私24になるのかって話をしてて、そしたらいろんな人がでもミハちゃんまだ23じゃんとかね結構言われてるの、でもミハはいやそういうのじゃないんだよってこの間言ってた、早生まれだから誕生日がまだ来てないから23とかそういう問題じゃなくて、もう同級生の子たちが社会人2年目なのは変わりないからって言ってっていう話をしてたそうなの、みなちゃんは誕生日来てないから23歳だから若いようじゃないのみたいな、早生まれとか関係ないよねってみはが自分で言ってたもう同級生が社会人2年目で頑張ろうとしてさっていう話よね、ミハが自分で言っててい
ろ。気がつけばどんどん結婚していくという現実。うん、でも言うて、いやまだそれは24だからなのかな。私は正直子供の頃、子供の頃というかまあ高校生ぐらいの時はそのもう23ぐらいになったらみんなバンバン結婚してくんだろうなって思ってたんだけど、それは私がアイドルやってると関係なしに、周りも別に今年24になるけど周り結婚してないんだよね。もちろんゼロじゃないよ、一人結婚してる子いるけど、まだなのかな。長野は進学する人多いから、私長野の友達の連絡先分かんないの。小学校でも引っ越しちゃってる。東京の友達しか分かんないけど、まだなのかな。もうちょっと例えばそうなるのかな。それともシンプルに私の友達がっていうだけ私の友達がっていうだけなのかな。世の中の24歳ってどうなのかな。どうなんだろうね。シンプルに24まだ。皆さんはどうでした？何歳ぐらいになってから、あ、結婚ラッシュだって思い始めました？その第1号、結婚第1号ができた年じゃなくてラッシュ、ラッシュ、わ、みんなどんどん結婚してるじゃんって思い始めたのは何歳の時ですか？30代手前ぐらい、ああ29とかね、8とかでね、25過ぎてから、おお、30過ぎてから、あれやっぱ30代前後なんですね。なるほど。じゃあまだまだじゃないですか私。そりゃそうでよかった、私の友達がてんてんてんっていうのじゃなかったわ。うちは30過ぎたらばったり止まった。ああそうなんだ、諦めに変わります。諦めないでくれ。でも私のお姉ちゃんはもう結婚してるけど、今今年27の人なんだけど、お姉ちゃんはそのお姉ちゃんはもう今ラッシュらしい、周りが。へえ、集中するからご祝儀だけでね30万ぐらいかかった。あー、もう私結婚式行かない。行かない行かない、やめよう、もうやめよう。無理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 、そんなやだよ。ご祝儀そんな私お金かけたくない。てかちなみに今日あれだよね、 NGT の19日はショールームの NGT デイみたいな感じでしたよね。だから一応配信してるんだけど、弟が結婚すると諦めに変わる。そうなの？私はでもさ、やっぱアバターいただけるんですよね今日。
急に小声。伸びたって言われた。ゼミ同期の最後の生き残りになって悲しい。悲しい。だってさ。いや、あの本当に年を重ねるたびに本当時間が経つのが早く感じるって言うじゃないですか。めっちゃそれを実感してるの。だってもう24になるんで、私最近成人式だと思ったら急に24になっちゃったから、急にって言ったらあれだけど、だからもう言ってしまえば24ってことはもう20代前半はラストイヤーなわけですよ。でしょ。もうこんなのあっという間に30歳ぐらいになって、アラサーになってるわけですよ。本当にあっという間だと思うの。だからもう絶対30代は絶対結婚私もうできないと思ってるの。もう絶対無理無理。今24なんだもん。無理無理。こっから6年間でそんな私結婚相手が見つかるなんて思ってもないから絶対無理じゃん。でもそう思ってるってことは多分、じゃあ30代の10年間ででも、いや分からないから、そうな、30代過ぎたらもっと早いって言うじゃん。そうだから私はその40になるまでにかなっていう考え、今なった今たった今なりました。40、そうね、40歳の誕生日までにかな。そしたら、ああ、ご祝儀100万包むよ。ありがとうありがとう絶対嘘じゃん。言うてあと16年。いや、16年か。いや、もう絶対無理だ。子供の時の自分ってさ、本当考えが浅はかだよね。子供の時ってさ、もう23には結婚とか言ってるじゃん。何言ってんだかって感じだよね。無理無理無理人とまず住めないんだけど無理無理無理。絶対さ、高校生の時とかさ、中学生ぐらいの時って絶対23で自分は結婚すると思いません？無理無理無理。ミラーボールありがとうございます。無理無理無理。絶対昔の自分は言ってました。どの方も言ってると思う。あの時の自分を殴りって本当だよ。人と住めないモチベーション。え、19で結婚したいと思ったの。私もちょっとね、いや、あの一人暮らしをもうずっとしてるわけじゃないですか。でもちろん実家に帰る時とかはあるんだけどさ、やっぱ実家はもちろん楽だしいいなって思うけど、
じゃあ実家から帰ってきて新潟で一人暮らしをするとうわー一人って楽だなって思っちゃうんだよね。実家には実家の良さがあるんだけど結局帰ってきてなんか自由な時間で自由なことしてるのが楽だなって思うんだよね。実家も大好きなんだけどね。ってことを考えてたらさ、いやー私一人暮らし好きだなとか思っちゃうの。いや一人暮らしが中でそうなっちゃうよね。人と住める自信ないんだよね。そうなんだよね。人と住めません。あとね、一人暮らしの何がいいかってさ、やっぱさ舞台の稽古とかしてるとさどうしても夜遅くなっちゃうこととかあるんですよね。まあ10時、最低でもやっぱ9時とかに終わるけど、まあ、家帰ってきた時に10時とかさそういう時間になっちゃった時にさ親って絶対起きててくれるからそれが申し訳ないんだよね。一人暮らし楽しいよね。もう一人最高。もうこの家の中には私しかいない。一人暮らしっていいよね。もうだんま西村家はすっごいそのルールが門限とか全くないんだけど、朝8時に朝ごはん食べるし夕飯は18時とかもう全てが決まってるわけですよ。だから休みの日でも舞台稽古がない日でも朝8時には起きるし起こされる。ご飯だよって8時に起きるからさ家にいるとめっちゃ生活リズム良くなるんだけど、でもさやっぱ新潟に帰ってきてさ一人暮らしになるとさもうさ休みの日とかさそんな8時にさ朝ごはんをさ用意してくれる人もいないけど、まあでもずっと寝ちゃうんだよね。そうなの。オイラは一人暮らしする度胸がありませんでした。めっちゃ楽しいよ。でも一人暮らしはもうだらけようと思えば無限にだらけちゃうわけだから歯止めが効かない人もいるよね絶対に。そうだからある程度自分でこうそうねセーブできる人であれば絶対一人暮らし向いてると思う。やろうと思えばちゃんとね一人暮らしはいい生活をしようと思えばできるんだけど、どんどんダメ人間になるよね一人暮らしって。ああ実家近くで一人暮らしが一番楽よ。それは私のお姉ちゃん夫婦だわ。東京のお父さんとお母さんがいるお家の最寄りは一緒のところに住んでるから。ゆめちゃんたち6時間も遊びに来る。全然帰んないの。確かに実家近くの一人暮らしっていいね。そうなの、自分だけのさルールができちゃうからさ一人暮らしは。あと何誰も何もしてくれないしね。だって私この時間帯に衣替えしてるぐらいだよ。でも私はやっぱ根本的に一人が好きだから、私ね正直ホームシックとかならなかったんですよ。ずっと親と住んでて
NGT 入った時高校3年生から一人暮らし始めたわけだけど、最初はもう新潟に行く直前はもう絶対私ホームシックになる、だってもう親のこと大好きだし家族大好きだからもう絶対親が恋しくなるに決まってるって思って怯えながら私は新潟に来たけど、絶対ホームシックならんかった。楽しい一人暮らしってなっちゃってそうなの、絶対ホームシックなるかと思ったらならなかったから、私って一人が好きなんだなって思っちゃった。親も家族も大好きなんだけどね、もうお母さんに会えなくて寂しいとかならなかったの私最高一人暮らし最高とか思っちゃって、そうなんだよ、だから私そうなんだよね、ホームシックにならなかったから、やっぱ私は一人が好きなんだなって思っちゃった。そうなんだよ、後の軍団長ねえ、そう言えばいいと思ってるでしょ、もうそうなんだよね。そうでも私がこんなにも多分寂しくないのは定期的に親と会うからなんだよね。なんか結構さ、それこそミハとかもそうだし、例えばマッシーとか、あのそういうやっぱ関東以外のメンバーってさ、どうしてもやっぱ実家に帰るタイミングがないからさ、親とさ会わないから、お母さんに会いたいな、お父さんに会いたいなとかなるかもしれないけど、私も正直帰りまくってるからさ、舞台始まっちゃえば1ヶ月いるわけだしそうなんだよね、だから私は全然ホームシックならなかったです。そうなんで、なんか最近さ気づいたことがあってさ、私が多分東京によく行くいる理由ってやっぱ舞台とかお芝居関係なんですけど、この間台本読んでてさ、ああ頑張んなきゃなーって思いながら毎回読むわけですよ。でもさやっぱり心の中でどこか、まあ私正直まだ舞台始めて2年しか経ってないわけで、そんなあのねキャストの皆さんと比べたらやっぱ圧倒的にこう場数を踏んでないのは事実なんだけど、でもよくよく考えてみれば、私が初舞台だったら2年前の家族の話で、そこから今2年、ちょうど2年経つんだけど、この2年の間で私は、まあ、家族の話もそうですし、で純潔の女王やって、風強やって、で落語が 1,2,3,4 回あったわけですよ。で今回また家族の話出ようとしてる、8回、私はこの2年間で8回イルミナスさんの現場に行ってるわけじゃないですか。ってことは2年間は24ヶ月割る8、3ヶ月に1回私はお芝居をしていることになるわけじゃないですか。だからイルミナスさんも正直もうやっぱね、私でも8回目だからさ、その川イルミナスさんと、そのなんて言うんだろう、もちろん他のキャストさんはもうもっとやってるから、もう何十回ってやってるわけだから、もちろんそれは他のキャストに比べたら舞台に立ってる回数は圧倒的に少ないけど、でもイルミナスさんとご一緒してる回数は私結構多い方だなって思ったの。
多分ね。そう、他のキャストさんはイルミナス以外の舞台のところでもたくさん出ているわけで、場数をめっちゃ踏んでいるわけで、で私は2年間の間でたくさんイルミナスさんとやってるわけだからさ、いやもうそろそろ正直、え、私はあんまなんか演技とかやったことないのでできません、まあ最初から通用しないけど、その演技やりたてなので、始めたてなのでお芝居苦手ですが、そろそろ通用しなくなっちゃうなってことに最近、というか昨日気づいて遅っ昨日気づいたんですよ。そうなんだよね、もう8回もイルミナさんってやるわけだからさ、そろそろさ、確かに舞台経験は少ないことに変わりないんだけど、イルミナさん側からしたら結構顔合わせてるわけだから、そうなの、だからさ、そう、舞台経験は他の役者さんと比べそれは少ないのは事実だけど、正直まだ舞台あんまやってないのでみたいなのが最初からこんなことしてないんだけど、それがさ、なんかね、通用しないというか、それもそろそろだなって思い始めた。そう、ぶっちゃけ最初の方は思ってました。一昨年の家族の話とか思ってた。もう私はきっとどんなに頑張ってもそれは共演者の方より上手くなるはずがないんだからもちろん頑張んなきゃいけないけど、私はできません、でも頑張りますっていうスタンスでやってたんですよ。そう、私はもうできないです、お芝居できないので皆さん私に教えてくださいね、何かあったらすぐ私に言ってください、何でも吸収するんでっていうスタンスで最初やってて、それは本音なんだけど、そう、もう正直できないからそれを隠してカッコつけるなんていう場合でもなかったからさ、もう本当にそんな場合じゃなく、本当にもうできないからもう皆さん助けてくださいね、私はできませんよっていうスタンスで最初、だからみんなも助けてくれたし、最初はそのスタンスで合ってると私は思うのね。風強事例配信見てありがとう、ありがとうございますそうだけど、で上捨ての時もそうだったの、私はまだ舞台2回目です、なので、で主演です、なので、でも皆さんより主演だけど、皆さんより私は演技が絶対に下手なので助けてくださいね、私も頑張りますけど、頑張ります、だから皆さん私のこと支えてくださいっていうスタンスで言って、でもそれが良かったし、実際によく、うん、私にはこれが合ってたなって思ったけど、風強でそんなそこまでその手こずるほどのセリフ量じゃない役だったから、まあ乗り切れて、今回頑張んないとだよね正直もうそろそろ頑張んないと、そろそろ最初から頑張ってるんですけど、その私できませんっていうスタンスは良くないのかなって思い始めた。さあ、ということで衣替えをしなきゃいけないからショールーム終わりにするよ。13位、マッスルデッサンありがとうございます、マッスルデッサンありがとうございます。12位、水ゲイさんありがとうございます、久しぶりだね。10位、もう一回また変わっちゃったんで読み直します。13位、水ゲイさんありがとうございます。12位、七色のインコさんありがとうございます。11位、タッチーさんありがとうございます。10位、佐々木さんありがとうございます。8位、ゆうたさんありがとうございます。8、
9位ゆうたさんありがとうございます。8位アップルシードさんありがとうございます。7位こうせいさんありがとうございます。6位あきひこさん、あきひろさん、ごめんなさい、6位あきひろさんありがとうございます。5位やすひこさんありがとうございます。やすひこさんを見ながらあきひろさんでちょっと、いやあきひこさんでちょっと、ごめんなさい、あきひろさんとやすひこさんです、ありがとうございます。4位サイクロンジョーカーさんありがとうございます。3位中さんありがとうございます。2位いちくんさんありがとうございます。1位ダイさんありがとうございます。1位でしたね、ありがとうございます。いや今回の総選挙ショールーム総選挙はダイさんが1位でした。皆さんありがとうございました。これから一生懸命衣替えをして12時には寝たいなと思っております。ということで配信ありがとうございました。皆さんまた配信あったら見てください。それじゃあバイバーイ。